おはようございます。建築起業家の斉藤俊一です。空間デザインを中心に奄美大島で古民家ホテルを運営したり、千葉への移住をおすすめする房総イズムで住宅を作ったり、設計者が集まる飲食店デザイン研究所の運営をしています。この放送では最前線で働く建築家やインテリアデザイナーのリアルな現場での学びを共有します。今の時代に必要な設計者としての考え方や設計実務に使えるネタをお話ししていきます。今日は集客の空間価値は業態によって違うよというテーマでお話ししたいと思います。結論はですね、商業空間では、ホテルや飲食店の業態によって集客面でのね、空間価値が違うんだよねという、それがまあ、タイトル通りなんですけれども、結論になります。で、それってどういうことかっていうのをちょっとね、分かりやすくお話しします。まずはここで言う商業空間ってどういう空間なのかって思いますよね。もちろん説明してませんからね。で、シンプルに言うとですね、空間でお金を稼いでいるかどうかという視点です。例えば、飲食店の空間はそこでお客さんが来て、お金を稼いでますよね。まあ飲食してお金を払ってご飯食べてますから。でも一戸建ての住宅はそこに住んでいるだけなので、お金は稼いでませんよね。で、同じ住宅でも例えばマンションとかっていうのは住んでる人はお金を稼いでませんが、その人たちに売っているマンションオーナーやデベロッパーというマンションを売ってお金を稼いでいるというのが商業空間にこの場合分類されます。まあするとします。で、お金を稼ぐ業態を商業空間と分類すると、その業態ごとに、空間的な、ね、集客面が異なるってことなんですよ。で、空間っていうのはこう面での集客、その空間っていう、こうそういった方向からの集客っていうのはどういうことなのかっていうのは、まずですね、集客っていうのは言葉の通りですね、その空間に人が集められたかどうかというところですよね。で、ただたくさんの人がね、集まればいいのかというと、まあもちろんその方がいいんですけれども、実際の空間に入られる人数とか物理的には、もうすでに決まっていますよね。で、あとはこう、例えば人がいっぱいいると空間的なストレスというか、もう人口密度が高いと、電車のラッシュとかむちゃくちゃストレス上がるじゃないですか。だからたくさん人がいると、なんていうか、サービス力が落ちるというか、要は空間の質が悪くなるって形になるので、まあ、人数って結構重要だよね。人が集められれば集められるほどいいけど、そこに入る人の人数っていうのは結構重要ですと。ただそこに行ってみたいとか行きたいと思ってくれる人をたくさん増やすことはできますよね。それいいことですよね。で、もう一つ重要なポイントっていうのは、もう一回行きたいなとか、まあ、いいホテルに泊まってもう一度来ようここって、毎月来ようとか、毎月はないか、毎年来ようとか、友達に紹介したいなと思ってもらえるような、ね、空間、要するにリピートされるような空間も集客力があるという空間になります。で、その集客力が業態によって違うっていうのが僕の実体験からするとですね、例えば集合住宅、いわゆるマンションですよねっていう空間は、共用部と専用部と言われる、まあ要はラウンジとかエントランスって言われるものと、専用部ってのは自分たちが住むその区画の中、まあお風呂とかリビング、ダイニング、キッチンみたいな空間デザインによって、マンション、この2点がマンションを買うかどうかの大きく異なりますよね。デザインによって決まりますよね。で、もちろんそれでね、場所は大きく集客に影響を与えてるんですけど、空間的に言うとそこ全体、要はそこのマンションを買うかどうかの全体の割合で言うと、空間デザインって結構幅を利かせてると思うんですよ。これが例えば高層マンションで世帯数が多い建築であればあるほど、集客力、要は人をいっぱい集めなきゃいけないんで、集客力がある空間デザインがとても重要になってくると。で、めちゃくちゃね、集客面で空間価値が高いということにこの場合はなりますよね。まあ1個のデザインで世帯数をいっぱい呼ばなきゃいけないからですよね。
で、飲食店の集客面ってどういう空間価値あるかというと、例えばラーメン屋さん、ラーメン屋さん食べに行きますよね、皆さんも。で、うわっ、おしゃれだからラーメン屋行こうってならないですよね、ほとんどの方は。で、これって空間デザインの集客面での空間価値っていうのは低いってことで言えるんですよね。でもラウンジとかバーとかカフェってどうでしょうかね。心地よい雰囲気の方が、人気店になりやすいのは分かりますよね。それが集客面の空間価値が高いということなんですよ。で、ホテルの空間デザインを最近多くやってるんですけど、僕で飲食店よりホテルの方が集客面の空間価値が高いなと感じられることが多かったんですよ。で、特に客室の空間デザインはデザインテイストによって稼働率が結構異なるんですよね。でもちろんね、そのホテル自体のイメージ、そのブランドイメージみたいなものがどんなものが売れるかっていうものに影響力があるとしてもですね、まあ、ネット販売が当たり前の時代で空間写真をネットに出して販売するときに売れやすいものとリピートに、まあ、売れやすいものと売れにくいものっていうのはもちろんあって、リピートになりやすい客室の作り方っていうのもあるなって思ったんですよ。で、最近はこの辺についてとても興味があるので、今後皆さんにもね、共有して学びにしていきたいなと思っています。今日は集客の空間価値は業態によって異なると違うというテーマでお話ししましたが、いかがでしたでしょうか。結論は、空間、商業空間では業態によって集客面の空間価値が異なるよということでした。これによって空間デザインをするときの一つのポイントにしてもらえたらなと思います。最後にちょっとだけお知らせさせてください。飲食店デザイン研究所が監修した商店建築じゃなくて、ごめんなさい、ごめんなさい間違えました、建築知識、2月号の、小さな飲食店の作り方という雑誌が発売されています。去年ですね、去年、もう去年になっちゃいました。お知らせ自体忘れてしまってました。ダメですよねこれ。で、インテリアデザイナーを目指すのであれば、他の本と違ってめちゃくちゃ実践的なので役に立ちますよと、ぜひ買ってみてくださいということです。実務で学べるインテリアデザインの学校隠れ家では、非公開の LINE グループに入っていただき、設計者や施工者のやり取りを見て学んで仕事につなげちゃおうねという感じでやっています。設計者として自ら仕事を取っていきたい方は挑戦する価値ありです。まずは無料公開されている LINE のオープンチャットの方の URL を貼っておきますので、興味がある方は覗いてみてください。それでは、今日しかない大切な時間を全力で楽しみましょう。建築起業家の斉藤俊一でした。ではまた。